しゃいますでしょうか。俺だよ。もうお父さんかと思ってマジ焦ったよ。今何してた？さくらの電話待ってた。マジで？マジで。僕の声が聞けて嬉しい。別に。可愛くないな。そうだ、あきらがみゆきに告ったって話聞いた？あきらがみゆきに？やばくね。そしたらさ、みゆきなんて答えたと思う？なんてなんて？教えない。なんだよそれ。だって女の友情だもん。ていうかお前の場合男の友情だろ。ぶっ飛ばす。でみゆきなんだって？ね、なにやっぱ教えない。うわー、なんだよそれ、すっげー気になる。おい、古希のランプつきっぱなしだぞ。いいじゃないの。だいたいな、学校で毎日会ってるくせに毎晩1時間も2時間も何をそんなに電話で話すことがあるんだ。会って話すのと電話は違うの。そんなに気になるんだったら自分で聞けた。そういうことはお前の役目だろう。ずるい。仕事の電話だってかかってくるかもしれないだろう。だったら携帯買ってやればいいじゃないの。携帯は高校卒業するまで持たせない。それが鈴木家の家訓。変なとこばっかりワンコなんだから。ごめん。歴代第3位、1時間42分。だってさ、すっげえ重大な事実が発覚しちゃったのも。重大な事実？目玉焼きに何をかけるかって話になったの。醤油かソースか塩かマヨかって。そしたらさ、なんと田口くんもマヨなんだって。僕と一緒じゃんってマジ驚き。それで盛り上がってたの。はい、テンション上げ上げです。あ、そう、楽しくていいわね。あなた、ほら、何か言うことあるんじゃないの。さくらに。何？パパ。何？ん？ほら、パパ。ん？なあ、マヨもいいけどソースもいいぞ。絶対マヨだって。まだまだケンジは甘いの。もうなんだ父さんに向かってケンジって。ちゃんと父さんって呼びなさい。だってソースでしょ。ソースっていうのをかける人もいるってこと。ソースは。ほんの3ヶ月前までさくらのあんな楽しそうな声を聞くことはなかった。いや、やめて。学校なんか行かない。何言ってるの。ちょっとさくら、もう学校やめる。さくら、ねえ、お母さんに理由教えて。さくら。うるさい、あっち行って。さくら、さくらってば。登校拒否、中退、もう諦めかけていた。そう、あの日あの一本の電話がなかったら。はい、鈴木でございます。桜さんと同じクラスの田口と申しますが、桜さんいらっしゃいますか？はい。あ、少々お待ちください。桜。桜。電話よ。誰？田口くんっていう男の子。田口。せっかく田口くんのお弁当作ったのに忘れてるよ。危ねえ。そうだった、行ってきます。行ってらっしゃい。さくらに笑顔が戻った。それが何よりだった。長電話なんか問題じゃないと思っていた。しかし、嘘、電話代1万円超えちゃった。いいじゃないそのくらい。でもパパのビールだって毎晩1本なんだよ。まあ、そうは言っても彼のおかげでさくらちゃん元気になったんだから。実はさ、それも心配なんだよね。どうして？だって高校生って結構大人だし。何言ってんの。さくらちゃん信じてあげなさいよ。こんな殺伐とした世の中でさ、人を好きになれるって素晴らしいことじゃない。そうよね。さくら、湯加減どう？最高。さくら、入浴剤入れすぎないでね。分かってる。ねえさくら。何？やばいよ、電話代万だよ。精一杯考え抜いた一言だった。でもその日から。
しもし、鈴木でございます。田口と申しますが、桜さんいらっしゃいますでしょうか。あ、田口くん、ちょっと待ってね。田口と申しますが、夜分に申し訳ありません。田口と申しますが。あちゃ、今度は毎晩田口くんの方から電話がかかってくるようになっちゃった。俺が出る。待った、僕が出る。いいよ。はい、もしもし、鈴木です。あ、うん、なんでもない。うん、大丈夫。あ、ちょっと待っててね。イエーイ、勝ち。仕事の電話もあるかもしれないんだから早くしろよ。最近毎日向こうからかかってきてるみたいだけど大丈夫なのか。うん、愛は盲目。かけた方もかけられた方も嬉しいのよ。今度私もあなたに電話してあげるからね。バカ言うな。嬉しそう。電話ならもう一度プロポーズしちゃってもいいかななんて思ったでしょ。今いい加減にしろ。照れてる。かわいいパパ。3分以内に終わったよ。えらい。ねえ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 、また一個重大な事実が発覚しちゃったの。今度は何？あのね、田口くんってご飯にマヨネーズかけて食べるんだって。じゃあパパと一緒だ。え、なんで？若い時のね。若い時。うん、パパも桜ぐらいの時はもう。桜の初恋はまだ続いています。あの一本の電話からずっと